はい、今日はですね、このトヨタハイエースのね、ヒッチメンバーをね、買ってみました。はい、今日はですね、このね、トヨタハイエースのね、ヒッチメンバーをね、買ってみたので、ちょっと開封の方ね、していきたいと思います。で、今回はこの箱を開ける前にね、こういうふうに説明書が、ね、ついてますけど、で、A4 の表面印刷が3枚ですかね。はい、まあイメージはこんな感じになるんですけどね、はい、ちょっとこれ開けてみたいと思います。はい、一応開封しましたけども、前回のエブリンに比べるとちょっと重たいんですけど、もう組み当たってますね、これね、もうくっついてますね。で、中のね、ちょっとこの箱も、こんな感じで、あ、まあ入ってる部品はやっぱまあまあ一緒ですね、ね。まあ、ちょっとやっぱりいちいちこうボルトとかもこう結構ごつくなってるようなね、感じですけど、まあ、ちょっといろいろね入ってますけど、やっぱね、これ鉄なのでね、そこそこやっぱ重たいんですよね。なので、まあ、ちょっとね、この説明書でね、説明していきたいと思うんですけど、やっぱね、今回のこのハイエースも自分でこうね、車の方、車体の方にやっぱドリルで穴を開けないっていうところが出てくるんですよね。はい、ここに書いてあるんですけど、荷台のところのフロアマットをめくってグロメット探すっていうふうにね、書いてあるので、それを外してね、取り付ける、で、ホルソーでちょっと大きめの穴をね、開けるっていうふうにね、書いてあります。この作業がね、まあ、ドリルあるんですけど、出して、で、また今度それで錆止めを塗ってっていう処理がね、またちょっと一つ面倒くさいなっていうのが一つですね。で、まあ、あとはこっちね、あの、それなりに説明書通りにね、組み立てていければいいと思うんですけど、で、まあ、こんな形でね、ブラケットをこう止めてって、この大きいやつを持ち上げて、だからこれちょっと一人だと難しいので、二人いりますね、これはね。はい、で、まあ、先ほどもお話しした穴開けたところ、このね、タッチアップペイントね、施すっていうふうに書いてあります。で、あともう一つ、あの、ちょっと一般の人でネックなのがね、コンセントの配線になってくるんですよね。なので、ここら辺のこの配線還元がね、ちょっと難しいので、あの、ちょっとここら辺をね、あの、詳しい方であればいいんですけど、そうじゃない方はやっぱね、どうしてもあの、車屋さんにお願いするっていう方法になってしまうと思うんですけどね。はい、なので今回ね、一応車屋さんの方にね、ちょっとお願いしていこうかと思います。なので、これまたね、ちょっとこれ車屋さんの方にね、ちょっと持ち込んでいきたいと思います。まあ、皆さんちょっと車好きの方であれば、そこそこのちょっと道具でね、あの、簡単に集められる道具で、あのね、ホームセンターで売ってるような道具で自分でもつけれそうなので、ちょっとこの電気関係ののが詳しい方であれば、まあまあつくんじゃないかなっていうね、形ですけどね。はい、もしよかったらね、自分での取り付けね、できる方はもしあったらチャレンジしてください。